パドレンダは、スペイン、ガリシア州、オーレンセ県の自治体、コマルカダテイラーでセラノーバに属する。ガリシア統計局によると、2011年の人口は2355人。住民故障は、パドレンです。エサ。ガリシア語話者の自治体人口に占める割合は98.49%。パドレンダは、オーレンセ県の西部に位置し、コマルカダテイラーでセラノーバに属する。 北は、クレセンテ、ポンテデーバと、東は、キンテーラーデレーラードの、各自治体と隣接、南と、西は、ポルトガルとの国境となっている。自治体中心地区は、クレスポス教区の三道家でクレスポス地区。パドレンダは、バンデ司法管轄区に属す。住民は9の教区の16の地区に居住する。自治体市長は、ガリシア国民党のマヌエル・ペレス・ペレラ、自治体評議員は、 ガリシア国民党、旧ガリシア社会党、2となっている。パドレンダは6の教区に分けられる。太地は自治体中心地区のある教区。ありがとうございます。